はい、モンスターハンターライスサンブレイクデモということで、今回はね、和道さんに来ました。四つ見和道さんに。で、今回ね、ちょっと総中魂のもう一個ね、追加されてる入れ替え技、まあ、もう一個っていうか、もうずっとね、粉塵集約のことしか説明しなかったんで、今回ちょっとね、この核中撃ね、この核中撃をちょっと使っていきたいなと。まあ、あのライゼックスの時に、最初の時にちょこっとだけ使ったんだけど、まあ、なんかちょっとね、使いにくくてあんまり使ってなかったと。まあ、こいつを今回四つ見和道にぶち当てていこうかなと。まあ、エキスを3つ取った状態で当てたら一番ダメージがでかいんだけど、で、多分この核中撃、これ呼び方合ってんのかな、そもそも。まあ、スキルをね、スキルじゃねえ、エキスをねエキスをこう集めるとこから始まるけど、とりあえずこう3色ね、こう集めて、今都合よくいったな、こう変えて、こうぶん投げると。はい、これだけでこんなにダメージ出るの強くない？粉塵、え、粉塵も出るの、こんなに。粉塵も出るの、粉塵も3つぐらい出たな、これ。もう一回やろう、これやばいかも。あ、でも食らわないんだ。食らってんの？でも3つぐらい粉塵出てんな。粉塵タイプのあれだと3つぐらい粉塵が出るとかいうあれある？もしかして核中撃、ぶっちゃけあの共闘型の虫とかとしか相性はあんま良くないかなって思ってたけど、粉塵型とでも別に相性合う。こんな感じで、うん、でも最大4ヒット、あ、でもダメージは食らってんのか。でもエキスは出るよね、エキスは出る、ちゃんと3つぐらい。じゃあ別にここにエキスを出すっていう、その、待ってよ、だめな。エキスを出させるために核中撃をポンポン打っていくのは全然ありかもしれない。こんな感じで。よいしょ。でも2ヒットしかしなかったな。スキルの数によって変わる説あるかな、もしかして。打って。いけ。おお、なんで？なんで？今赤一色持ってるから、この状態で、あ、2回しかヒットしないな。これスキルの数っぽいな。これ白ゲットした状態でやったら3回なんじゃない？ 3 回だな、やっぱそうだ。このスキルの数によってこれ変わるんだ。4回ヒットさせるには3つ持っといた状態じゃないとダメってことか。で、まあ3つ持っとけば何ダメかな、50ダメぐらい出てたよね、さっき。白取りたい。ちょっと待って、動くな、前一回動くな、一回静かにしよう。オッケーオッケー。これ3つゲットした状態で、こんな感じね。何やってんのとかわして。でも粉塵めっちゃ出るな、マジで。あ、逃げた。え、粉塵型でこれ食らわして粉塵いっぱい出るんだったら、核中撃した後にすぐ粉塵集約すればダメージすごい、もしかして。まあ、それだってまた粉塵集約のダメージがすごいっていう感じになりそう感はあるけど、でもまあ光竜よりはこっちの方が当てやすさはやっぱあるんだよね、核中撃の方が。この状態ぶん投げて、ここで、あ、飛ぶのか。そっか、俺が飛ぶから粉塵集約にすぐつなげるのはちょっと難しいんだ。俺が飛ばなかったらいいんだけど、選べないもんね、これ。まあ、こんな感じで集めて、ここ3つ取って、なんか食ってるから、こんな感じでぶん投げる。オッケーオッケー。なんかもう5回当たったな。なんで？鳥かな、多分鳥だと思うけど。でも粉塵がマジこうやってめっちゃ集まるから、ここで粉塵集約で一気に爆発させるっていうこともできないこともないな、粉塵型でも。うん、別に3つ集めてからこう投げなくても、2つとかもう1個とかでも投げて、で多分これ飛んでる時アーマーがあるんだろうと思うから、まあ、でもえぐいダメージの時はちょっと危ないけど、こんな感じでぶん投げると。ああ、こうなったらちょっともったいない感はあるけど、光竜と比べて隙は少ないから、そこら辺のメリットはある。光竜当たったら何ダメ出るかな。いや、ちょうどあれになったから頭つくか、これで。ちょっとあ、邪魔だな。はい、あかんね。 75なことあるか。ちょっと邪魔だ、お前ちょっとどいてくれ。 OK、ここ飛んで187とか。赤取ってないか、赤取った状態でやればいい。あ、違う、白も取ってないか。これ白も取ったらダメージ上がったよね、火力ちょっと上がったよね。
こんな感じ。あ、溜まってない。一回かわして、 OK。 222とか。ああ、捕まってるし。でも光竜顔面に一発当てて222とかなら、隔中撃3エチスで、まあ、1体1回50ダメージぐらいが4回入るから、まあ大体同じぐらいのダメージが入るのであれば別に。あ、間違えた、光竜だ。こっちだ。あ、危ない危ない危ない。3つになってる状態で、光竜と違って自分が近づかなくてもいいから、これは全く。はい、当たらんな。でも当たんなかったとしても、本当避難の目あれは少ないから、こっちのがいい説はあるよ。こんな感じで投げると、まあ虫のエキスが溜まってなかったら威力は低いっていうあれはあるけど、まあ粉塵型だからね。でも粉塵型でもこうエキスがいっぱい出るっていうことに関してはいいかもしれない。総中棍のジャンプ切り、ジャンプ突進切りじゃない方のさ、入れ替え技がもう一個あるらしいじゃん。なんかあれだったらエキスを取りながらジャンプ攻撃できるから、隔中撃とはもっと相性が良さそうだね。3つ溜めたらほぼ打っちゃって OK。 これでもうこんなにダメージ出るもんね。でこんだけ虫が出るもんね、粉塵型だって。でこんな感じでやれる。これ共闘型だと、この最初に攻撃してエキス出るやつも2色とかできるのかって考えたら、共闘型の隔中撃本当に強いかもしれない。こんな感じで打ち込んで、これ粉塵型だからこう当たったところのエキスが出るけど、共闘型のあの虫だと多分2色1色決まったやつとかが出ると思うから、赤欲しいなら赤とか出るもんね。で常に2色あるから、この隔中撃のダメージも何2色分は保証されてるっていう強さは、3色集めてほい、いいな。こんな遠くからマジこのダメージ出るのはだいぶ強いと思うけど、まあ、こういう時に光竜使えないっていう痛さはあるけどね。はい、 OK。 そい、あ、まあ粉塵集約してダメージをね稼いでいく。これ大丈夫？うわダメか。やっぱ飛ぶモーションまでいかないと多分吹っ飛ぶんだろうな。よいしょ、頭取って、いやマジ巨頭じゃねえわ。共闘型だったら絶対楽しいわこれ。共闘型でこの虫っていうかこの技を改めて使いたい。かっこいい感じでね最後決めていく。決まらんかったわ。よいしょ、これ何、あ、四股踏みね。あ、でもマジ隔中撃使いやすいからさ、虫のゲージが溜まってないわ。光竜とかと違って、ほい、あ、いいね。いやマジこの虫のレベルも上がったら多分威力上がるんだろうな。これすっごい攻撃力が高い虫とかでこれ使いたいよね。おい、いったね。いやこれちょっとほんと未来を感じる、この隔中撃。まあ、とりあえず今回使って分かったことは、ヒットの数だけ粉塵落とすんだろうけど、まあ、粉塵型で絶対やるより共闘型の方が絶対いいだろうしね。だって共闘型だったらこれをぶつけるだけで多分持ってくる、最初持ってくるこのエチスも1色だけど、これ共闘だと2色になると思うし、でなんだっけ、あの新しいあのサンブレイクからのジャンプ切りと、もう1個入れ替える方のやつ、エチス取りながらジャンプできるやつ、あれをつけてさらにエチスを取って、で多分隔中撃は虫の威力で火力が変わると思うから、バカ攻撃力だけ共闘型の虫を持ってくればもう完成ですよ、隔中撃装備が。いやこれやりたいな、ちょっと隔中撃に本当にちょっと楽しいかもしれないね。粉塵型の虫が好きな俺だけど、隔中撃に本当ちょっと今楽しみができてるんだけど、サムレイク。いや、いいなぁ、ちょっと。いや、マジで試したいなぁ、これ、早く。これ、絶対強いよ。どうするよ、虫の威力上がって、1ヒット100ダメージぐらいの隔中撃。全スキルで、スキル3つ取りで400ダメージとか出す。キモいよね。交流するのが馬鹿らしくなってくるっていう。いや、いいなぁ、ちょっと、
マジでちょっと製品版のサンブレイクでの楽しみがまた一つ増えました。まあ皆さんもね、ぜひちょっとデモ版ではね、ちょっと拡張劇のあれがみんな使ってる人いないかもしれないけどね、粉塵主役がすごいからまあぜひ使ってみてください。というわけで今回はここら辺でご視聴ありがとうございました。また次回バイバイ。